独自のデータの活用の方法といたしましてここに示している4つの方法が今考えられている方法です1つ目がファインチューニングという言葉ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれどもそちらを使うと追加学習という形で元の AI のイメージモデルに対して追加で自社のデータを学習させることができます皆さんこんにちはアアステリのの森でですこの動画では 今話題のチャット g p t について一歩進んだ活用の方法についてご紹介します1回目は基礎と簡単なセキュリティの話2回目はプロンプトエンジニアリングの話をさせていただきました3回目は社内データの活用と連携と題してお話しさせていただきますここには4つほどの活用の例が書かれています1つ目が サポート業務の支援です例えばですけどもボットを作って時間を短縮できるようなことに API を使ってプログラムを作っていくことが可能です2つ目帳票の作成ですけども例えば月次で報告を出しているとかレポートを作っているっていう方たくさんいらっしゃるかと思いますそういったものを API を使って自動で作成するっていうことも可能になってくると思います3つ目 自社サイトやアプリの支援ということで自社のサイトの説明をチャットを用いて行ったりですとか同じようににアプリの支援ななんかも可能になってくると思いますまたアンケートや SNS なんかの分析で API を使ってチャット g p t をはじめとした AI を使っていただくこともできるかと思います。 独自のデータの活用の方法といたしましてここに示している4つの方法が今考えられている方法です1つ目がファインチューニングという言葉ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれどもそちらを使うと追加学習という形で元の AI のイメージモデルに対して追加で自社のデータを学習させることができます2つ目がプラグインの利用です チャット g p t にはプラグインという機能がありますので例えば PDF を読み込むようなプラグインを使っていただくと会社のデータ PDF であるようなものを読み込んでそれをもとに回答してもらうっていうようなことができるようになったりします。3つ目ノーコード開発 GPT 図と書いてありますけれどもこちらは11月の時点で新しく追加された機能なんですけれども。 画面の操作ですねあとは会話によってこんなようなデータを読み込ませてほしいとかこういった対応をしてほしいということを話していくとそれで自社で使えるチャットができてしまうっていう機能になります。こちらを使って自社データを利用していくこともできるかと思います。4つ目なんですけども自社のデータを前提知識として使って プロンプトエンジニアリングをしていこうという方法になりますこちらなんですけれども、えー、深く取り下げてこの後お話ししていきたいと思いますこの方法なんですけれども、えー、ラグという呼ばれ方をしていて今注目されているやり方になりますこのラグの方法もうちょっと詳しく見ていこうと思うんですけども、えー、こちらの左上にいるい人が、えー、閲覧者ですね、えー 何かの会社のチャットに対して質問を投げかけたい人っていう位置づけですその人がまここの例ですとプリンター新しく設定したいのでその方法が知りたいというようなことを質問で投げかけますすると直接チャット GPT にすぐ聞くわけじゃなくて社内にあるデータベースに一回問い合わせをしますそれに関連したまプリンターに設定に関係するような情報がいくつか出てくるので それを元にしてそれを参考情報として回答してくださいというような形でチャット GPT に投げかけるとこういった形で参考情報を検索した上で追加して投げかけるようなやり方をラグと呼んでいる方法になりますこのラグを使う理由なんですけどもやっぱり自社のデータだと自社の管理下に置いておきたい外部に出すとセキュリティ的に心配だと。 いうようよよな声よく聞きますですのでこの方法を使うとデータベース自体は自社内に置いておけますので管理下に置くことでそのリスクを一つ減らすことができるというようなことがあると思います二つ目ですけれどもベンンダーロックインしないとよく言われますこちらの方法ですけれどもデータベースは一つに決まっているわけではないので自由に選んでいただけますまたこの方法なんですけれども チャット GPT 以外の AI を使ったやり方でも基本的に同じ考えでいけますので他に切り替えるっていうようなことも可能になってきます3つ目ですけどね最新技術の追従という形でまチャット GPT が新しくバージョンアップした場合もそうですし他社の AI が群を抜いてしまった場合でもそこだけ置き換えることで 最新技術に追従していくようなことができますのでラグって結構柔軟に使っていただける技術なんじゃないかなと思いますこのラグを作っていくためには必要な技術がいくつかあります代表的なものを3つ挙げさせていただきました1つ目がフレームワークですね2つ目がベクターストア3つ目がエンベッティングという技術になります1つ目のフレーームワークなんですけども プログラムの基本となっている部分が、えー、テンプレートのような形で提供されていますのでそれを使っていくようなものがフレームワークになります。例えばなんですすけどもラングチェンっていうフレーームワークがありますこちら結構有名で AI やってる人たちの間ではデファクトスタンダードになりつつある技術なんですけども技術をやってる方であればラングチェインで検索してみていただければなと思います。 オープンソースなので無料で使うことができますのでぜひお試しになってみてください2つ目で出てきましたベクターストアなんですけどねこちらもいろいろ選べるようになってますここに出したロゴ全てベクターストアなんですけどもいろんなものがありますクラウドで提供されているものですとかローカルでご自身の環境にデータ別作っていくようなものですとか その両方に対応したものとかさまざまありますので用途に合わせて要望に合わせて使っていっていただければと思います3つ目のエンベッティングなんですけどもこちらのエンベッティングも AI の技術を利用して文字をベクトルっていう数値の形式に変えていく技術ですその技術チャット GPT の開発元である オープン AI でも提供してますしその他の AI の会社だったりオープンソースでもいろいろ提供されていますので好きなものを選んで使っていただくことができますただし用途に合わせてそのモデルを使っていただくことが必要ですので例えばこの動画をご覧になっている皆さんは日本語で検索したいと思っている方が大半だと思いますので日本語に対応しているエンベッティング用の AI モデルを選ぶ必要があります。 また業種業態によって専門用語を多く取り込んだようなものがありますのでそういったものを選んでいただくことも可能かと思いますでもう一つ最後のところですけれども注意事項として貯めてていいいくく際際とと検索すする際は同じモデルを使ってくださいっていうことですね違うと同様の似たようなデータを取ってくるということができなくなっちゃいますので同じモデルを使ってくださいという注意事項があります。 今、オープン a i の話、ちょっと出ましたけれども、API の利用料についてですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。課金の単位はトークンということで、API 利用するにあたって、あのチャットで問い合わせるときもそうなんですけれども、API を使った場合、また、エンベッティングの利用の際にも利用料がかかります。この際の単価なんですけれども、トークンと呼ばれているもので課金されます。 一トークンだいたい英単語だと一単語なんですけれども日本語だと一文字単位ぐらいになっているのでどうしても英語で質問した方が安く上がるっていうことがあったりしますですのでちょっとの工夫で節約ということでところどころ英語にしていくだけでも節約することができますテンプレート的に作るような文章は英語にしたりするっていうのも工夫の一つかと思います で独自のデータなんですけども、えー、必ずしも OpenAI のものを使うわけじゃなくて別のエンベッティングの AI モデルを使えば良いので無料のものを使っていけば利用料に関しても安く上げるこれらを踏まえましてこんな環境でやるとコスト面もある程度考慮されて。 データのセキュリティ面も考慮された環境になるかなと思って簡単な絵を用意しました。社内もしくはプライベートクラウドという形ですねご自,自身で契約された環境の中にラングチェインですとかベクターストアですとかハギングフェイスっていうのは無料のエンベッティングのエンジンなどを提供しているサイトですねそこのものを使ってみるとかすると結構お安くできて。 クラウド上パブリックにあるようなものはオープン AI のものだけを使うみたいな形でやっていければお安く上がることもできるんじゃないかなと思います第3回はここまでです自社データを使った環境を作るにあたって最終的にアドバイスが欲しいという方は概要欄にお問い合わせ先を入れてありますのでご連絡ください全3回にわたり お話ししてきた賢く使うチャット GPT いかがでしたでしょうかチャット GPT は進化の早いサービスですぜひ最新の情報をチェックした上で活用してみてくださいまたこの動画でも新しい情報が増えましたら紹介していこうと思いますそれでは最後までご覧いただきありがとうございました